それでは建築学会大賞の、インタビューを始めたいと思います。今日、インタビューをさせていただくのは、服部峯樹先生。私は建築計画委員会の委員長として今日インタビューをさせていただきます。レイケです。よろしくお願いします。先生におかれましては、住宅地の建築計画に関する学問的確立、社会実装と、それらを踏まえた市民社会支援活動方策の構築、および建築教育の改革に関する構想におきまして、2024年の建築学会賞大賞を受賞されました。先生の略歴はですね、1964年に東京大学工学部建築学科を卒業され、その後、博士課程を修了された後、1969年から千葉大学に勤めになり、2006年、名誉教授になられるという形で現在に至っているというふうな略歴になっております。いろいろ先生の幅広な業績の中でですね、今日はその業績を少し振り返りながらですね、お話をいただきたいと思っておりますが、はじめにまず先生の受賞の感想をお伺いできればと思います。はい、ありがとうございます。まず受賞の方を受けた時にですね、大変光栄で私の分に超えたものであるという印象を持ちました。というのは建築計画の研究では私の恩師の吉武鈴木先生からですね、考え方として気象学者を例にとって気象のデータを常に、取り続けなさいと。そういう倫理的な教えを受けたものですから、賞を受けたということではないんですが、今後も恒常的にですね、社会の動向を見つめてですね、建築の計画の在り方を考えていかなきゃいけないという非常に大きな重荷をもらったということで、大変緊張し恐縮しております。ありがとうございます。続きまして、受賞された業績の背景と内容についてお伺いできればと思います。はい、私がですね、今ご紹介にありましたように、1970年の時期に大学院を出て、で千葉大学に、約40年放職し、さらにその間に NPO を設立し、60年の延べ研究人生を経験しました。でその当時始めた頃ですね、研究生活に入ると言ってもいい時期には、戦後の公共住宅の建設、あるいは設計、ニュータウン建設の方法と実績がだんだん整ってまいりました。そして私の時代にはですね、就職先が非常にいい就職先の景気がいい時期でありまして、経済的な発展が始まった時代だと思います。で、関連してその関係で建築計画の分野はですね、一応の住宅やニュータウンの建設が整ってきたこともあって、新しい時期を迎えるというような時期でありました。建築計画の分野というのは、発見というより、その時期時期の課題を探り提起し、その解決の提案と実現を生業とするものだと思いますが、私の研究と教職の時期は、建築分野がですね、戦後整ってきたところを踏まえてですね、再編し更新に入った時期だと今思いますと考えます。また自分なりにこの分野はですね、先輩諸氏に向かって失礼なことを申し上げますけど、工学技術の特性が必ずしも十分適用されてない分野であると当時感じておりました。で、ちょうどその時期にコンピューターがパソコンというものを含めてですね、普及し発展していく時期に当たっておりましたので、私としては連算機を使うとかですね、ことによって工学性とか技術性をですね、もう少し建築計画分野にで高めたいというふうに考えており、非常に意気込んでおりました。具体的に言うとですね、連算機によって、住宅地の人口予測、住宅の建設計画を伴った人口予測や、
あるいは集合住宅のエレベーターの交通計画などはですね、複雑な現象なので、必ずしも当時、推測する数字的あるいはある種の客観的な方法はございませんでした。私はマルクフ連鎖の確率論やですね、あるいは待ち行列理論をコンピューターの中で実現してシミュレーションを行うというようなことで、シミュレーション手法による建築計画というような博論を提出しました。この研究はニュータウン人口の予測あるいはエレベーター交通の待ち行列の予測などの点参加でしたが、各方面の実際的な、都市建設あるいはエレベーター交通計画に適用されました。まあ、非常に当時としては私の研究が直実務につながったということで嬉しく思い出します。で、特に後者のエレベーターに関する数理モデルはですね、待ち行列理論の中で複雑なシミュレーションができるような数理モデルはありませんでしたので、私としては数学的な方程式を作るというか理論を作るというようなことに挑戦して、当時の企業誌に採用されたことを思っておりますし、現在でも外国からの問い合わせに対応するような内容であるということを思います。そうした数学的なシミュレーションのようなことではなくてですね、特に当時言われた言葉でですね、日本の住宅はうさぎ小屋ではないかというようなことが、まあ、外国の情報として言われている時期でした。それで私は、公共住宅のですね、二次系などの調査というよりも、全国の普通の方々がですね、住んでいる最も優れた住宅の調査を行って実態を明らかにしたいと考えました。そしてだんだんと自然に研究生活のフレームができてきたと思います。この1970年代から80年代の時期には日本全体が紛れもなく疑問も少なく近代化していくことを支持していて、 2DK よりも 2LDK あるいは 3LDK から畳の部屋より洋室へ近代的なマンションへ向かっているように見えました。しかし全国の優良な住宅の特に戸建て住宅が理想とされていましたので、その独立住宅を調査した結果、過半数の住宅がですね、続き間の畳を持っているということが発見しました。東京ですら調査の60%以上の戸建て住宅に続き間があるというようなことで、近代化というような方向性というのの中にですね、もっと欧米志向ではなくて歴史性や地方性を前提にして住宅生活の課題を解いていかなくちゃいけないというようなことが言われているということを気がつきました。現在でもこの考え方の上に立った問題解決は解決していないと考えます。少し私の持論を申し上げるとですね、以上のようなことで研究に入っていくことになるわけですが、設計実践には一定の拒否的な気持ちがあり、実に、後にそういう実践に入るんですが、当時は踏み込まないで依存的なことばっかり言ったうるさい研究者だったと思います。しかし定年間際になり、戦後のニュータウンを含む住宅建設のストックがそろそろ40年の経年の時期になり、団地の建て替えなど再生問題に社会的な関心が向けられるようになりました。私も定年を間際にしたわけですけど、21世紀に入る初めに大学近隣の海浜ニュータウン、これは16万人ぐらいの計画人口だったわけですけど、そこにオフィスを構えてですね、研究だけでなく実践として取り組む決心をし、当時大学発の現役教員の建築都市系の NPO としてメディアに登場したということを覚えています。まあ、評価されたんではないかと思います。で、この NPO では建て替えできない団地再生という課題に突き当たりました。大きなニュータウンあるいは団地にはですね、一団地認定というその法規制を契約することが多いわけですが、千葉には非常に多くその一団地認定の団地がありまして、
それを解消するというのは非常に難しいということだということが分かったわけです。で、またそうしますと、区分所有者が高齢化してですね、その間のからの住宅資産を処分しなきゃいけない、あるいは高齢化に対してですね、住宅を移転するなどの方法をとって老後を過ごしやすくするというような要望も出てかりました。で、それらに対するサポートを行うという NPO でありました。また団地ですから、個人の要望というわけではなくて、その団地の市民団体、まあ、をはっきり言えば理事会というような団体があるわけですが、その団体にの要望にも応えるということになりました。最初の NPO の現場オフィスはニュータウンの中に、ショッピングセンターの中に設立し、ほぼ毎日、市民と付き合うきっかけを作るためにですね、たむろしていました。そのうちに、住まいのリフォームを専門とする定年後の市民が、服部さんどうですか、私を使ってくれませんかというような話があって、NPO のですね、リフォームというようなことの大きな、いわゆる助力をその方から得て、現在のリフォームのあり方につながっていったんではないかと思います。また千葉市の住宅政策では政策の担当をまとめていたこともありまして、市と連携することや、あるいは住宅公団の当時のですね、との研究の共同作業もすることもできて、最初に政策的に一団地認定の解消ができないという問題に取り組んでいくことになります。その結果、市民のためにはですね、建て替えができないわけですから、非常に長期間にわたって時間を無駄にする、で、住宅を放棄するということも無駄なことですので、住宅を所有した住宅を賃貸化してリフォームを居住者に委ねる DIY 型カスタム可能賃貸住宅ということのを市場に提出することができるようになりました。住民の住宅処分あるいは資産運用に有効で、若い居住者が集まり高齢化する団地にですね、若い人が移入するきっかけとなりました。多くのメディアに発信されたことで、現在では、一定の成果を得たというふうに思っています。で、私の NPO はですね、まあ、そういうような研究者が作っているということもありまして、研究的 NPO というような名称を与えて、大いに自信を持った次第ですというような状態です。はい、ありがとうございます。研究から実践、幅広に活動を広げられたというところが分かったんですが、こういった現在の活動の仕事にですね、生まれた理由とかきっかけとか、そういったものについてお伺いできればと思いますが、いかがでしょうか。研究を選ぶというような風にはですね、なかなかおちょこちょいというか、あちこち、まあ、多方面に挑戦してみたいというような欲があったもので、必ずしもまっすぐにはいかなかったんですが、最初に申し上げた工学性とか技術性をですね、建築計画研究の中に取り込むということはもう非常に強く思っていたんで、まあ、研究の方法論とかですね、対象というものは、シミュレーション、コンピューターによるシミュレーションということに着眼した次第です。まあ、これがある意味で研究者っぽい私の最初の仕事だったと思います。それからまた、対象いただいた時の理由の中に出てましたジャビーとかですね、あるいは大学院教育における実務経験の認定とかですね、そういうような内容についてはですね、非常にこの社会そのものが新しい時代に要請に応えるためにですね、教育そのものを合理化しようというようなことがあったわけですし、まずそれに対応して建築士などの制度設計もですね、変わっていくというような時代がありましたので、思い切って、まあ、学会のある意味で代表としてですね、取り組みました。今では必ずしも良かったかどうかっていう反省もありますけれども、ジャビーが皆さんの大学すべてにですね、普及していったということは私の責任でもあり、大きな
影響であったんじゃないかと思います。また、大学院の実務教育の認定については、現在、まだその状態が続いており、また各大学はですね、頑張って実務経験に対応するような授業科目なり、研究科目を組んでおられることについて、非常に恐れ多いことだと思っております。現在では、NPO を先ほど紹介しましたけど、非常に NPO という活動の中にですね、非常に教育的なものもありまして、研究的に解決しなきゃいけない問題とともにそういうものがあって、そのことがですね、大変評価されて、千葉大学や外国の大学から学生のインターンシップを NPO が受け入れる、まあ私のような NPO がですね、反抗したら単位になってしまうという外国の大学がですね、本当に恐れ多いんですけども、そういうことが何回も起こりまして、私もNPO 活動というのが大学では、特に欧米というかヨーロッパの大学ですけども、有効であるということを認識しておられると思って、日本の大学がですね、そういうふうになっているかどうかとかですね、関心は非常に今でもあります。で、NPO そのものはそういうインターンシップを受け入れるというようなこともありますけど、団地を再生するというその最初の関心から始まりましたので、団地再生のコンサートは永続的に続けていますし、それから先ほど申し上げた DIY が自由になるような賃貸住宅ということになりますと、新しい住宅の類型をですね、リフォームによって生み出すこともできるわけで、リノベによる新しい住宅づくりというようなこともやっております。で、団地再生の事業のいろんなことがあるわけですけど、やっぱり市民の信頼ということやですね、市の信頼ということもあってだと思いますが、学童保育事業とかですね、NPO そのものがですね、千葉大学の留学生の寄宿舎線、まあ、ニュータウンのところにいくつか空き家があるわけで、それの斡旋などをしております。で、特に強調してお話ししたいのは、住民の高齢者の方々の主婦がですね、私どもの NPO の、就業者、働き手となって助けていただいて、今や十数人の主婦層が学童保育リフォームその他に応援にいつもいていただいて、私としてはですね、居心地のいい NPO ですし、ニュータウンの中の私のオフィスだというふうに思っております。建築計画というのはですね、ますます準教育的な活動だけでは有効にならない課題が増加してきていると思います。市民と共にとかですね、市民と一緒にというような側面だけではなくて、法制度あるいはビジネスとの共同作業もありまして、研究の在り方というのが幅広くなっていかざるを得ないのではないかと思います。実際、大学がですね、建築学会で住まいづくり支援協議会の運営などに携わりましたけど、大学の教育の中に新しい変革が起こっているということを気がついております。以上です。はい、ありがとうございます。大変幅広な活動、研究を軸にですね、幅広な活動をされているというところが、よく分かったんですが、いろいろ今お話しいただいた中で、いつもいろんなお話をいただいたんですが、その中で特に印象に残っているようなプロジェクトとか、実践あるいは研究っていうことになりますと、どんなものになりますでしょうか。まあ、いろんなことをやりましたんで、特に選んだものが適当かどうか心配なんですけど、まず第一に私が思うにはですね、団地再生を建て替えというような方向性で解決していこうと思ったんですけども、うまくいかなかったわけですよね。そうすると建て替えまでの、まあ、本当は25年かかったとかそういう実態がありますけど、その25年間をどうするかということで提案した DIY による賃貸住宅としての市場提供というのがですね、一番私としては、まあ、社会そのものとつながっていますし、効果が現在も続いているものではないかと思います。住宅計画というのはですね、まず第一にその入居者、生活する人の主体性というか個性というものが実現されていかなきゃいけない時代だと思うんですね。そういう意味でカスタム化できるというようなことは重要なんで、それをまず前提として入れたということですね。インテリアが
そういう意味で新しい形になって、再生されているということは重要だと思います。で、この、DIY によるという方法論はですね、まず所有者がですね、リフォーム費用を払わなくていいということなんですね。いわゆる居住する人が DIY のお金を使って払っていくということで、賃貸住宅としてのいわゆるオーナー負担というのは少なくなって、それから当然、そのおかげでオーナーに、賃貸住宅としての賃借料がですね、安い状態で居住者に貸してあげられることができる。で、現実性が経済的にあるということですね。それからこれが溜まっていくと、建て替える以前に団地そのものの特性が変わっていけるという可能性があるということです。まあ、これは苦肉の策ではあるんですけど、たまたま団地管理組合の信頼を得たこと、それからビジネスとして団地管理組合ですね、団地の管理をするビジネスがいくつかありますけど、その一社と、それから私ども NPO とですね、大きな三者契約ということを設定することができました。で、千葉市の応援も得てですね、いわゆる事業協定の中での新しい形ということで推進できたということは大きなことだと思います。実績としてはですね、もうこれで私たちの活動は終わったんじゃないかと思っているわけですが、750戸の団地で15戸の提供を終わりました。で、15戸は私どもの手がかかっているわけですが、一般的に他の住宅にそういう方法論が普及していっているということがあってですね、私どもが、まあ、手を加える必要がないというわけではないんですけど、やめても大丈夫だという時代に入っております。だから2番目は、団地居住地のアート活動のためのショッピングセンターのコンバージョンという、私の非常に自慢にしている仕事があります。で、これはですね、たまたまオフィスを構えた海浜ニュータウンというのは、旧住宅公団が賃貸住宅も分譲住宅も、たくさん作った団地なんですが、みんな 3DK というような定型的な団地の住戸なんですね。で、そこに同時に、今から60年ほど前に建設が行われて、同時に居住者が入ってきたわけですが、20年、30年、40年と経っていくと、子育てが終わり、その中で当時はまあ主婦層が多かったんですけど、主婦がですね、自分の趣味活動としてアートをされる方が非常に多いということが分かりました。ところが 3DK の中でですね、アートを行う場所っていうのは非常に狭いものでできない。で、不満が調査した結果あるということが分かり、で、旧住宅公団の中にですね、千葉ニュータウンの中にもそうした自由に使えるオフィスを提供するような仕事もあったんですが、改めて私としてはですね、主婦に向けて、それもアーティストを趣味にしている方に向けて、貸し家通りを作ったらどうか。で、たまたまショッピングセンターが、今のご時世ですので、シャッター街空き家化したということで、約1500平米ぐらいの空きスペースが生まれたんですね。で、それをオーナーである千葉市の関係の会社に、ここをですね、あとアーティストのアトリエにしたらどうかという提案をあちこちに案内しまして、まあ日本中にいくつかそういうところがすでに生まれつつあったものですから、案内した結果やってみようということになって、15校のアーティストのアトリエ、それからアーティストが作ったものを売る、定期的に行うショップギャラリーですね、そういうものを含んで私どものオフィスが管理事務所を中に持ちながら、1500平米の新しいアートコミュニティ三浜っていうのは場所の名前ですけど、を設立した次第です。で、現在でも続いておりますが、約15年以上経ったアート集団がいてですね、非常に優秀な方々が、創作活動し、で、またビジネスとして、まあ、小商いというふうに私は言ってますけど、成功しているようです。で、こういう方法は、別の言い方をすると、ニュータウンが同一形態のですね、 3DK でできるということに間違いがあったということですね。
で、それも規模ももう少し大きくなくちゃいけない。で、なおかつショッピングセンターというのはほとんどのニュータウンが近隣住居理論、まあ、ペリーさんの近隣住居理論ですけど、それでできてる、構成としてできてることがあってですね、空き家化するとかシャッター化するというような時代にはですね、新しい内容のいわゆる生活が行われるような、消費でなくて創造活動が行われるような場所を作らなくちゃいけないという大きな私の信念に対応するものであるわけですね。で、近隣住居というような考え方、学校とか商店とかが中心になって生活圏があるという仕組みのものなんですけど、こんなに、そんなにですね、スタティックなですね、生活って今の時代でですね、なくなってきたわけで、やっぱりもっと市民そのものが活動できるような場所が必要だということで、成功をある意味で収めたと思います。英国では近隣住居理論というのは新しい形になって、いわゆる教会がですね、ニュータウンの中だけとかっていうんじゃなくて、もっと必要なところで教会を取って近隣住居を作り、そしてベンチャービジネスのようなですね、市民が行う商いを入れるような形にどんどん変化しているようで、私としてはこのアートコミュニティにはまあですね、諸外国に比べて、まあ、ドイツにもあるんですけど、非常にパイオニア的な位置づけになってきて、まあ、自信を持っております。それから最後の3つ目ですけど、私は和室を松村先生と共にですね、和室を継承していこうという団体を作っておられるのは、ご存知の方もおられると思いますけど、和室というのはですね、一番最初に申し上げたように、私どもの住宅の伝統の中にはですね、畳の部屋という形、あるいは新壁作りという形、あるいは障子という形でですね、伝統的に、あるものの一つの特性だなわけでありまして、それがどんどん死んでいくというのはですね、非常に悲しいと、まあ、最初思いました。しかし調べてみると、市民の中にそれを維持しようというようなエネルギーが基本的にあるということですね。で、それを気がついて、やっぱりそれをもう少し位置づけなくちゃいけない。で、応援する人が何人か集まって、建築学会でも私どもに特別委員会をの申請を認めていただきまして、研究をスタートした次第です。で、私自身としてはですね、まあ清家先生に言わせると研究家と言われるかもしれませんけど、研究としてですね、やっぱり和室に取り組んでみようと。畳があるだけで和室かとか、そういうことじゃなくてですね、私たちのこの市民の感覚の中に和室っていうのはどういうふうに位置づいているんだろうかということに取り組んでいました。建築計画の中では SD 法とかですね、心理学的な手法っていうのはいっぱいあったんですけど、和室に対応するとかですね、住宅に対応するのは必ずしも多くはなかったんですが、取り組んでみた結果ですね、私たちの心の中にはですね、やっぱり和室感覚って、畳の寸法とかサイズとかですね、柱が立っていることとかです、そういうもののこう深層心理が残っていて、で、洋室と和室の間の区別ができていると。で、しかし、そのだんだんリビングルームとかですね、オープンな空間が浸透してくる中でですね、和室と洋室の中間の部分に非常に多くの支持が出ているというようなことが見つけられました。で、それらの相互関係をですね、私は、和室の味わいというふうな形で位置づけたらどうかということで、一昨年度、幸いに企業誌に採用されて、掲載されています。で、さらに最近ではですね、和室の存続を推理しなきゃいけないだろうというんで、推理するというのはシミュレーションも一種の、まあ、推測なんですけど、社会心理学の中に、アメリカの社会心理学の中にですね、非常に深いそういう方法論の蓄積があって、それを適用してですね、いわゆる心理的なこの矛盾といいますかね、好きだけど嫌いというような、そういうものが存在するのが和室ではないかというふうに、その社会心理学の考え方をちょっと適用して研究を進めたところですね、いや、好きだけど嫌いというような感じのものはですね、必ずしも存在しなくて、やっぱり和室がいいなというのは、いい和室はいいなというようなですね、
非常に素直な感覚で市民が捉えているということが分かりましたけど、まだ研究がまとめ中なので、今後発表させていただきたいと思いますし、私の継承活動を行う現代和紙の会というのもでしたので、その中で研究発表し、市民の皆様に啓発していきたいと思います。3つ申し上げましたけども、十分な3つだったかどうかちょっと不安ですけど、以上でございます。はい、ありがとうございます。先生のお話を聞いてると、先生のこれまでの研究、あるいは実践を通じて、建築計画というのがものすごく幅広いということを改めて実感するようなお話でもありましたし、大変示唆に富んだお話だったかと思います。ありがとうございます。最後に、建築界へのメッセージ、あるいは次の世代へのメッセージ、どのような形でもいいですから、先生から皆さんに向けてのですね、メッセージをお聞かせいただければと思います。はい、そのエースなことを申し上げることになって恐縮ですが、建築計画研究っていうのは、私がこの千葉大にいる時期、今から20、30年前にですね、頃からいろいろ言われてたことなんですけど、これは建築の教養の分野ではない、教養なんだというふうなことがいろんなところから言われるようになりました。いわゆる体系化した出来上がった知識を教育するという意味で教養という概念が出てたんじゃないかと思いますが、私はもし教養であればですね、もう教育の科目の中にはいらないんじゃないかというふうなことすら思います。というのはですね、もっともっと創造的に課題を解決してですね、実践的にしなきゃいけない課題が無数にあるというふうに思うんですね。で、そういうものを解いていくというような使命のあるのが建築計画だというふうに思います。で、それに挑戦していただけるように、皆さんに、訴えたいと思います。建築の文化性っていうのは、あるいは芸術性とかっていうようなことも問題なんですが、まずはその教養ではなくてですね、問題解決の大きな方法論であるというふうに、思っていただきたいと思います。それから最もう一つ重要なことを申し上げるとですね、皆さんご存知でしょうか、和食は世界遺産になってますよね。あるいは無形なんとか遺産ですけど。で、最近文科省が作ってる文化基本法というような法律が2019年に文化芸術基本法ですね、というのが制定されていて、その中に和室をですね、あ、違う違う、和食を作る技術者、まあ、いわゆる料理人はですね、名人というような形の評価なんだと思いますけど、それを支えていかなきゃいけないということが明記されているようになったんですね。だけど建築学会の定款の中には、建築はやっぱり芸術であるということが出てるはずなんですね。まあ、間違ったらちょっと強弁していることになりますけど、絶対出てると思うんですね。そうするとですね、文化芸術基本法は和紙より先に建築を入れてほしいなというふうに思うんですね。で、これはまあ社会に向かってということでもあるし、若い人に向かってですね、発信してですね、建築というのは文化の基本であるということを言ってもらいたいと思います。歴史家の中にはですね、建築は純粋な芸術ではないし、技術でもない、社会に接続する建築家のイメージを19世紀の技術のように建築の可能性を切り開く存在としているという方もいますけど、これはちょっと甘いんじゃないかと思うんですね。もっと積極的にですね、解決の方法であると先に言ったものと、それからさらに文化芸術という位置づけをはっきり確保していただきたいと思います。私が好きな芸術の草の根っていうハーバート・リードの、主張がありますけど、芸術についてですね、偉大な文化は実際的な生活様式と精神的ないし、美的な実情とが緊密に結びついたものである。建築は一つの芸術である。化学構造の芸術であると発言しています。肝に銘じていただきたいと思います。以上です。はい、どうもありがとうございました。
建築計画に関わるものとして身の引き締まるようなお話、あるいは建築に関わるものとして、今後またいろいろ考えなきゃいけないなということを最後メッセージでいただきました。どうもありがとうございました。これをもちましてインタビューを終わりたいと思います。服部先生、どうもありがとうございました。ぜひ。